陸上、第29回全国都道府県対抗男子駅伝、天皇杯21日、広島市平和記念公園前発着、7区間イコール48キロ、47チーム、動くグラフ、都道府県対抗男子駅伝の順位変動、全国高校総体男子5000メートル17位の川原龍と、長崎後藤南港3年、が、1区7キロ、で区間記録を更新した。 ラスト約400メートルからは後ろを何度も確認しながらフィニッシュ。昨年兵庫の長島幸太からが記録した19分39秒8秒を上回る19分31秒、速報値を記録した。祖父の高博さんの指導を受けながら二人三脚で練習。昨年の県高校総体の陸上競技男子1500メートル、5000メートルで優勝し、 全国高層帯北九州地区予選会でも2冠を達成していた。川原は、支えてくれたチームへの恩返しができて安心している、とアンド、アンド、したように話し、昨年の大会では序盤で自分が出てラスト1キロ持たなかった。今回はラスト1キロに重点を置いてきた、とした。